ドリフターになろう。初級編。ドリフターを目指している良い子のみんな、こんにちは。今日は僕と一緒にドリフターについて勉強していこう。それじゃあ早速レッツゴー。まずは歴史のおさらいです。およそ200年前に発生した大災厄、新月の涙。売れる年に至る雨が世界中に降り注ぎ、世界人口の 90% が死に至りました。半端ない。しかし人類は諦めませんでした。地中深くに理想都市アメージアを建設し、人類は再び繁栄を遂げたのです。パネー、人間ってパネー。しかし遡ること数年前、アメージアは原因不明の事故により一夜にして崩壊。地上に戻った人類は深刻なエネルギー不足に見舞われました。さらに地上にはびこる謎の生命体エンダーズの存在が人類を窮地に立たせました。そこで立ち上がったのが、あなた方が目指すこととなるドリフター。猛毒の雨が降る地上でエネルギー源となる AO 結晶を回収してくれるドリフターの活躍が、地上に帰還した人類の復興を促したのです。ありがとう、ドリフター。また今では人類の生活には必要不可欠となりつつある人類総通思考型 AI 搭載ヒューマノイドメイガスの存在、そして汎用化。そのメイガスをハイブに搭載することで起動可能となる二足歩行メッカ、クレイドルコフィン。そう、クレイドルコフィンの普及により人類はより過酷な環境に進出していくことができるようになりました。あなた方ドリフターの使命は、メイガスと共に二足歩行メカクレイドルコフィンを駆使し、人類の敵であるエンダーズと戦い AO 結晶を回収することです。我々人類のために精一杯頑張りましょう。一方、アメージア崩壊の混乱は一部のドリフターたちによる AO 結晶の独占、それによる高等化、闇取引の横行など社会の闇を生み出してしまいました。電気がないと困るよ、ご飯作れない。そこで生まれたのが我々ドリフター振興協会なのです。ドリフター振興協会は AO 結晶採掘と売買のルールを定め、等しく人々にエネルギーが行き渡るよう管理するようになりました。ありがとう、ドリフター振興協会。ではこれからドリフターのライセンスを取ろうと思っている皆さん、頑張ってくださいね。この番組はドリフター振興協会がお送りしました。これにてビデオプログラムは終了となります。最終選抜試験を開始しますので、クレイドルコフィンに登場してください。起動完了。画面来るぞ。よし、まずは視界の確認だ。3つのディスプレイに視点を合わせてみろ。上出来だ。設定が気に食わなければ今のうちに変えておけ。では最終試験を開始する。試験内容は地上にある AO 結晶の回収だ。緊張しているのか、地下生まれ。まあ無理もない、初めて地上に出るんだからな。余計なことは考えるな。メイガスである私に背中を預けて進め。機体の調子は良さそうだ。目標地点までブースト移動してみる。オーバーヒットのジップラインを登れば地上だ。さっさと行け。初めての地上はどうだ？何？雨が降らなければどうということはない。早速 AO サーチで結晶を探してみろ。AO 結晶反応あり。
画面右上のレーダーで攻撃から向かえ。あれが人類の敵、エンダーズだ。発光しているコアを狙って倒せ。機体が損傷を受けたらリペアキットを使え。数が多いのにむやみに突っ込むのよ。攻撃の回避にはステップが有効だ。栄養結晶を回収しろ。小ぶりだな。純度も低い。これでは足らん。もっと大きいものを探せ。これだけあれば十分だ。教会も満足だろう。持ち帰るまでが試験だ。地下へ帰還できるエレベーターへ向かえ。注意しろ。クレイドル古墳とはいえ完全です。このエリアでは期待が見たい。雨宿りする場所を探せ。このまま様子を見ろ。お前、地下生まれにしてはいいセンスをしている。シミュレーターと違って地上での操縦は難しいんだ。気に入ったぞ。小雨になったな。これなら大丈夫だろう。行くぞ。やれやれ、だから雨は嫌なんだ。雨はエンダーズを強化する。このままでは危険だ。手助けしてやる。これが地下へ帰還できるエレベーターだ。帰るときは必ずここを目指せ。帰還申請を送れ。帰還エレベーター到着までは時間がかかる。ここで気を抜いてやられるドリフターは多いんだ。エレベーター到着5秒前。エレベーター到着。警戒を怠らずに乗り込め。
エレベーター到着5秒前。エレベーター到着。警戒を怠らずに乗り込む。お前、合格したらアメイジア地域に行くらしいな。あそこは栄養結晶が豊富だが、それだけライバルの数も多い。栄養波に引き寄せられたエンダーズも大量にいる。いざとなったらクレイドルを捨ててでも命を守れよ。よし、これにて試験終了。合格だ。お前にも専属のメイガスが支給されるだろう。サポート頑張りますね。ユナイターとして承認されました。メイガスはいつもあなたのそばに。はじめまして。せっかくですから楽しく過ごしましょうね。改めて、はじめまして、ユナイター。これからよろしくお願いします。ここがユナイターに提供されたガレージ。ですが、見れば見るほどひどいありさまですね。でも、安心してください。私たちには、クレードルコフィンがあります。このクレードルでガンガン依頼をこなし、お金を稼ぎ、このガレージをきれいにしましょう。早速、ドリフター振興協会から依頼が来ていますよ。依頼タブから確認をお願いします。張り切っていきましょう。ガレージのアップグレード費用を稼ぐために、まずは栄養結晶を採掘しましょう。栄養結晶がある場所は栄養サーチで調べてください。栄養サーチはメイガスオーダーからリクエストできます。また受注した依頼を確認するにはマップを開いてください。可能ならば私から最適な探索場所を提案したいのですが、今はデータがありません。ごめんなさい。これからユナイターと一緒にいろいろな場所を探索し、データを蓄積したいと思います。盗賊団の幹部の出没が確認されています。名のある手、油断はせずに。攻撃命中。エンダースへのダメージを確認。
ダースがこちらを感知。あれはチェイサーと呼ばれているエンダースです。動きが素早く運ばれるキャラクターです。気をつけてください。チェイサーです。施設を発見。中規模のドームとパイプラインが確認できます。チェイサーが感知されます。迎撃態勢を取ってください。攻撃命中。リロード中断。エンダース接近。扉がロックされています。海上コードが必要です。他のドリフターが AO 結晶を採掘しているようです。クレードルの駆動音が聞こえます。危ないところでしたが、なんとか帰還できました。今回の探索を振り返ってみましょう。リプレイを開始します。この地点でチェイサーと遭遇。この地点でエンダースの群れと遭遇。戦闘となり撃破しました。この地点でチェイサーと遭遇。戦闘となり撃破しました。この地点でチェイサーと遭遇。戦闘となり撃破しました。この地点でチェイサーと遭遇。戦闘となり撃破しました。この地点で敵の奇襲。攻勢に転じましたがベイルアウトに追い込まれました。油断があったかもしれません。私ももっとしっかりサポートしなくては。探索の振り返りはここまでにしましょう。今回は多くの情報を収集できましたね。次に報酬について確認していきます。まずは AO 結晶から。残念ですが今回は AO 結晶を持ち帰れませんでした。そして今回失ってしまったものはこちらです。ここからは今回の探索によって進捗した依頼の確認です。今回は進捗なしですね。でも無事なんですから次回頑張りましょう。以上が今回の探索のまとめになります。一旦ガレージで休みますか。Thank you.